ネイリストとして勉強しています。練習相手を見つけたいです。相手の見つけ方、声のかけ方がありましたら教えてください。これ、あのまあ、自分の商品やサービスがあったときに、モニターの見つけ方というのと一緒かもしれないんですけど、まず、誰がお客様かを知る必要がありますよね。え仮にネイリスト、 ということであれば、まあ、ネイルを、ね、する方、えー、もしくは今、ネイルをしている方、えーまあ、ネイルは今してないけれども、これからしたい方と、ネイルをすでにしている方がいたら、多分ネイルをしてない人にネイルの良さを伝えるよりも、ネイルをしている方の方が多分ね伝えやすいと思うんです。その価値を知っているから。なので、いや、私、えー、こういうことをやってるんだけども、もしくはやろうとしてるんだけども、 えっと、モニターになってくれないっていうのを、という伝え方がいいと思うんですけども、ここでは多分、相手の見つけ方っていうのがあると思うんですけども、相手は、まあまあ、その興味がある身近な人であれば、まあ、身近っていうのは家族とかじゃなくてですね、お友達とか、そのお友達のお友達とかから探してみるといいかなと思います。なので、 えとまあ、最初はねその、多分これから始めるということだと思うんですけども、えーまあ、モニターというか、えー、で、どうやらせてもらえないかなっていうことをお伝えしたりするのもいいですね。僕が最初コーチングを始めたときに、まあ、このモニターをねやっぱりやってみようと思ってやったんですけど、 僕は誰にしたかったかっていうと、中小企業の経営者の方にしたかったので、中小企業の経営者の方が集まるような場所に行ったりとか、まあ、その頃はね、みんな対面で集まれたので、もしくは、そういった人が、あ、友達に、中小企業の社長さん知ってる人いませんかっていうのを友達に聞いて、でその友達から紹介してもらって、いや、今コーチングっていうのやってるんですけど、えー、ちょっと試しにね。 えー、や、受けてもらえませんかっていう、もちろんお金はいらないんですけど、っていうことでね、えー、やってこれ何件か体験させていただいたっていうことがあります。なので、その、ダイレクトにその人を知らなくても、自分の友達でその人を知ってる人ってめちゃくちゃたくさんいるので、えー、そこから見つけてみてもいいですね。はい。